話はつきませんじゃあちょっと12番いきましょうかあの話を習って、はい、<laughs> 日本保守党の特集二ですかねはい特集2です日本保守党参政党の特集です日本保守党所属議員新たに8名決定日本保守党の荒川区議小坂英二さんの2月21日のポストです日本保守党の所属議員が新たに8人決まりました小坂も含め9人で日本を豊かに強くすべくそれぞれの議会を持ち場としながら議論と連携を深めて活動します まあ以下、なんか以下8人ぐらい、ね、はい、議員さんですね。北から南まで,で,でちょっと徳さん読んでいただけますかね。はい。ええ加藤隆章さんの2月21日のポストです。日本保守党の所属議員が新たに8人決まり、計9人に小坂英二氏が日本を豊かに強くすべくそれぞれの議会を持ち場としながら議論と連携を深めて活動しますと素晴らしい自民党の濁りスキャンダル追求しかない野党に来るべき総選挙にはできるだけ多くの優秀な候補者を望む。 はい、ありがとうございます。まあね、有本香織事務総長は、あの、初めての記者会見でね、総生乱増に走らないと。えー、とにかく、党員をきっちりと、あの、集めて、えー、根を生やして、で、素晴らしい候補者を立てるというような、あ、ことでね、えー、まあ今回、あの、8人。だから、あとは、議員じゃないけれども、支部長が2人、もう出てますよね。この間、碧南の市議会議員候補の方がね、えー、うん 4月の選挙に挑戦されるということなんで、ぜひ、私は自民党で引き続き、<laughs> これ言っとかないとね、<laughs> あの政治活動を続ける立場として、日本保守党には心からのエールを送りたいなと思います。それではちょっとね、次、14番も行きましょうか。伸、はい、び率著しい参政党、ニコ姉さんの2月18日のポストです。 若い皆さん、立憲民主党は次期総選挙で政権交代を目指す党です。という泉健太さんのポストに対し、立憲民主党が政権交代これ、2月の支持率見て,みなさい見てみなさいな。代表が現実も直視できない政党に国を守り動かせるわけがなかろう。はい、じゃあ15問。佐草玄太郎さんの2月19日のポストです。これ、よく見ると伸び率が著しいのは参政党と国民民主党。 どちらも旧来の倍近くなっているなんとなくさまよっている不動票がどこを目指しているのか分かろうというものだ、うん、はい、いさかがですかこれ、はい、これね、うん、あの顕著な特徴なのは自民党がですね、うん、思ったより減ってないんですよねこれを見るとね。うん、で減ってないし、まあ、立民はねこれも本当にいつもいつもそうなんですけど自民党がものすごく失点を重ねた時はね立民がね伸びるんですよ。 でも伸びるのはねい、いつも一瞬なんです。すぐに元に戻っちゃうんです。で、これを見ると、これ6.7%だったのが1.4%か、前回は5.3%ですよね。伸びてるけど、思ったよりそんなでもないんですよ。で、問題はね、僕はっあれと思ったのは、こことここですね。国民民主が1.3で、プラス0.5ですよ。ってことは、前は0.8。 割合見るるとすごいですよ、ね、すごごいいでよね伸びてこっちは参政党に至ってはこれ0.4だったのが0.7だから倍近くなってるんですよだからこれを見るとやっぱり自民党は頭にきたらもう許せんっていう人の中でも多分今のところねさまよってると思うんですよねで特になしもそんなに減ってないしあんまり変わらないのでこっち行くかこっち行くか。 場合によってはこの辺行くかみたいな感じなので、これ立憲民主党だけが伸びてるんじゃなくて、こう、なんて言うんでしょう、小政党にこう行ったりこう行ったりしてるんですよ。だからかなりの人が多分どうしようかって言って悩んでる。しかも自民党から、よしもう見限ろうって思ってる人がめちゃくちゃ多いかというと、それもちょっと待てよと。これ立民には行けないよなと。どうしようかなっていう人がまだ、 かなりいるだろうなというのが僕この NHK の世論調査を見た実感です、まあ、自民党の立場からねあの言えないんですけど言いますが <laughs> <laughs>、まあ、ある意味野党はチャンスなんですよね。ところがさあ、えー、1617、まあ、野党がね、うん、この政倫、えー、心でどんな 質疑をするのかっていうところはちょっと興味深いんですが、はい、夏美先生ちょっと読んでいただけますかもう特集3ということで、うん、はい、岸田公地会政権と日本の未来です政倫審議及び越しの自民出欠判断議員任せで二回しらの出席提示できず野党反発話にならない、えー、読売新聞2月21日の記事です、うん、はいじゃあ17番、はい、安倍派5人集で初 西村氏が政論審に出席の意向を示す日テレニュース2月20日の記事です。例えば野党はどんな質問をしたら支持率上がりますかねここで。<laughs> いやこれなあやっぱりあの立憲民主党なんかにしてはですね。うん、とりあえず自民党のまあいわゆる偉い人を出してきて、うん、そこで吊るし上げると、うん、いうことによって国民のこうまあなんていうんでしょう不満ルサンチマンというか不満というか。 を解消させてですね、こう消化させて、ざまあ見やがれっていうところに、を狙ってるんだと思いますよ。だってこれ、これ読んできてわーわーやったところで、捜査機関じゃないので、それ以上新しいこと出るわけないんですよ。うんうん、そういうことです。結局、こう、立ち寄る、塩根さんとかね。 武田良太さん、僕武田良太さんもお会いしたことありますけど、うん、ちょっとね、こんな感じの方なんですよ。僕、会った時は。<laughs> もうちょっとかもね。うん。こ, <laughs> こんじ方 <laughs> です。俺、今忙しいからさ、<う>手短にやらてくれよ、みたいな。風格のある方ですよ、ね。風格のある方。はい、だから、で,ね、で、その時に、例えば僕はこう帰りますよね。あと思ってたら、武田さんがね、そこで火だるまになったら、それ僕もた多少はね、うん、ああ、 ほら見たことかって、なるかもしれないけど、それはあくまでも僕の一時的な感情を消化させるだけであって、問題の根本的な解決には全くなってないわけですよ。だけど、立憲民主党はこれをやると、一時的にまたボンと支持率が上がることは経験則でわかってるので、ならもう、あんまり、これは意味、僕は意味がないと思ってるんです。もう捜査も終わっちゃって、これから裁判になるわけですから、うん、まあこれはもう、壮大な、 というか、うん、あの何て言うんでしょうこう、当理当略をバックにした、ただだの政治ショーだと僕は思ってますこれ夏目先生例えばこの「青倫審を見て野党が「どうですかあれはどうなんですか?」ってやり取り見てもあのちゃんとした答弁が引き出せると思いますか思いませんしまた何かやってるなーとしか思わないのではなく忠告するのでしょうか<け>皆さんっていう気がしました。 次に立つな話は別かもしれませんけどねそれは捜査のねうもう一番うないわけでね,ね専門家中の専門家なんで学芸会みたいなね結局なんかわーってやってネタはね新聞か週刊誌なわけですよ、うんはい、でそれでとにかく、まあ、もう塩谷さんなんかだってそれはもう塩谷さんだって突っ込まれりゃうーとしか言いうがないわけで武田さんだってうーとしか言いうがないわけでそこで立ち往生になってるのを見て こう、なんていうんですか、もう,う、嘘を晴らすというか、いう国民も、一定程度多分、いるはずなんですよ。で、そういう人たちの、まあ、支持を獲得したいっていうところが、やっぱ僕はこれ、立憲民主党に関しては透けて見えると思うんです。意地悪い見方をすれば。だから、国民民主とか、維新とか、どちらかというと、建設的な定義をしてやりたいっていう政党にとってみれば、 まあ、どうですかね、と。そんなに力入らないでしょうね、っていう気がします。まあ関連して、ちょっと、18番においては、まあ、最低支持率14%、不支持が82%ですけど、19番、ちょっと読んでいただけますか。はい、ええー、角田隆章さんの2月18日のポストです。私が不思議なのは、日本に取り返しのつかない損害を与えるこの首相を、自民党議員が誰も引きずり下ろそうとしないこと。万能感によるエリート意識。 と選、えー、民思想に満たされたポスト、えー、票金しか眼中にない議員には日本のことなど関心もない不魔のかわいい子どもたちの時代のために自民党があるっちゅうことを忘れるなとの叫びを思い出す解体すべきは派閥ではなく自民党はいありがとうございますでこれに対してね、はい、まあ私もこれ時間がないんで解説しちゃいましたけど、はい、あのこの間先,週先々週かあの派閥の同僚だったねとある議員 とあったらもう絶対許さん許さんてね、まあ、要はあいつを許さんって鼻息荒いんですよところがね長尾さんね派閥がなくなっちゃったからろすどうやって下ろしたらいいか分かんないんだよって言われてで確かに総理総裁を選ぶのは、まあ、要は自民党の派閥なんですねもう現実の話どれだけ綺麗事言ってもで支えるのも派閥なんですよ。 でで引きずり下ろすすのも派閥なんですよところがこの派閥がなくなっちゃったんで引きずり下ろせないでこれを計算してね岸田総理は派閥を解散したっていうことになるとこれははあ <laughs> なるほどそうきたかっていうようなまあ、現状がやっぱりありますね。うん、この辺あの辺あ 現場で取材されたことのある <laughs> そうでしょ、派閥がなくなっちゃったから引きずり下ろさないそうですよね、だから岸田さんって、こう、なんていうんでしょうねこう、自分を守るための人事に関してはこう、天才的な天才ですよね、えー、能力を、<laughs> <んか S 1> いやだってね、自分がね、派閥の長を降りた後に、自分が会長をやってた派閥を解散するっつって、これ、順序おかしいよね、うん、おかしいと思いませんか、うんうん でそれをね、うん、こう永田町、ぐちゃぐちゃ誰も言わないんですよね、うん、ちょっと考えればね、えなんで岸田さんがそれ言う立場にあるの、権限があるの、うん、えだって岸田さんって確か派閥の会長降りたよねと、こういう議論ですよね、うん、本当に、私もずっと結構疑問でした、この今のこれ、はい、岸田政権って6月までやっぱ続くよね。 多分僕はこのままずるずるいっちゃうんじゃないかなっていう、4月解散説とかもありますけど、いやー、無理だし、もう要は支持率も低すぎるから、変な下ろし方すると、そのまま低空飛行でチューっとね、沈まないでね、で、4月28日にね、 あの補欠選挙3か所ありますけど、はい、これどんな感じでご覧になってますいや、えー、島根と長崎と東京、はいまあ、島根はまあともかくとして、うん、長崎はちょっと分かんないですよねでもう東京15区に至っては候補まだ擁立できてないですからね、うん、であのこんな話聞いたんですよあのもうね候補が出なかったら 山崎さん、あんた立ちなさいって声があるんですって。あの、山崎、あの、正明さんだっけあの、もう、二代。江東区御三家のね。そうです。えー、山崎家の、ね、区長さんの息子さんで一騎さんって方が都、都議会議員でいらして、もう、あんたがもう、もう公募、もし不調だったら、もう、あんた出るしかないと。そうなるとですね、日本を主導がチャンスなんですよね。うん、政治家の家業を反対。山崎二代ですからね。はい、そうしたら、象徴的な選挙になるし、 だ,けどだから逆に自民党は立たせつらいわけですよ、日本保守党がいるっていうだけで小池さん、出てくるってい話も、ちらほらと聞こえますけど地元では非常にその声が根強いです、うん、で僕は、ある方はあの出てほしいって国会議員からも聞きました、うん、私は支えるとで、逆に絶対許さないという人もいました。うん その辺の辺今攻めぎいであの、まあ、支持率アップのためにはね、補欠選挙をこれ、どうするか、3つを、あとはさっきの、えー、拉致事件をどうするか、まあ、なんかちょっとそんな感じでね、きな臭いことばっかりなんですけどもね、全部ですよね、他に、うん、もたくさんありすぎて、<laughs> はい、それでは、はい、以上、えー、メンバーシップ、えー、以上とさせていただきます。 徴用工訴訟で初の実がええー、岸田首相、報復カードを切るという、まあ、かなり強い見出しになってますけども。えー、いわゆる、あの元徴用工という訴訟でですね。えー、韓国最高裁が、ええー。